皆さん、こんにちは。東北大学オープンキャンパスをご覧いただき、誠にありがとうございます。私は東北大学歯学部の多田と申します。歯学部というと、虫歯になって歯を削って詰めるというイメージが強いかと思いますが、口の中には研究の魅力がたくさんあります。この体験講義では口の細菌と免疫について講義をしたいと思います。それではよろしくお願いします。本日の講義は主に3つに分かれています。まず1つ目が微生物と免疫の関係です。口の中にはどのような微生物が存在していて、それに対して私たちの口の中ではどのような免疫反応が起きているのか。そして2番目、免疫を操る口腔細菌。口の中にいる細菌は免疫による攻撃を逃れるためにどのようなことをしているのか。そして3つ目、口の細菌と全身の病気。口の細菌は虫歯歯周病という、口腔疾患を引き起こすだけではなく、細菌は、全身の病気にかかるということが明らかにされています。これら3つのことについて講義をしていきたいと思います。はい、それでは1つ目のテーマ、微生物と免疫の関係です。まずはじめに微生物の種類、次に口腔の微生物、そして感染と免疫について説明します。微生物と聞くとどのようなものを皆さんイメージするでしょうか。そうですね、微生物というのは、非常に小さい目に見えない生き物、生物のことです。だいたいどのぐらいの大きさか、皆さん自分の、机の上にある定規を出してみてください。1ミリの幅は皆さん肉眼で確認することができますね。細菌の大きさというのはこの1ミリの約1000分の1、つまり私たちの肉眼では、確認することができない大きさを持つ生物のことです。微生物の種類です。微生物の種類は大きく3つに分けられます。まず左側から、真核細胞を持つ原虫、真菌、そして、原核細胞を持つ細菌、そして細胞という構造を持たない、ウイルスです。原虫、真菌は私たちと同じ、種類、厳密に言うと違う構造がありますが真核細胞を持っています。それに対して細菌というのは私たちとは異なる原核細胞という種類の細胞を持っています。そしてウイルス、新型コロナウイルスに代表されるウイルスというのは、私たちが持つ細胞という形態を持っていません。核酸とタンパク質からなる生物です。はい、微生物の病原性ですが、微生物は全て病原性を持っているわけではありません。しかしながら一部の微生物というのは宿主、つまり感染の対象となる生物、人、動物、植物、そして微生物自体も感染の対象となります。これらを病原性微生物と言います。それに対して非病原性微生物は地球上に多く存在しています。非病原性微生物は例えば私たちの生活に大きく関わっています。汚水の処理に使われたり、アルコールですね、製造に使われたり、あるいは発酵食品の製造など私たちの生活に密接に関係、関わりがあります。はい、口の細菌の説明をする前に口の中の構造を見てみましょう。ここに示しますように口の中はとっても複雑な構造をしています。まず硬い組織である歯があります。そして柔らかい組織である歯茎があると。歯と歯茎の間、このオレンジ色の点線で書いたところ、ここに歯茎の溝、健康な人でいうと歯肉孔、歯周病の人は歯周ポケットというふうに呼びますが、皆さん自分の歯茎の溝を見てください。はい、白くてですねネバネバしたものが、あまり歯磨きをですねちゃんとできていない人はついているかと思います。これはですね食べかすではありません。これは細菌の塊でデンタルプラーク、歯垢と呼びます。はい、こちらに示しますのはデンタルプラーク、
歯垢を電子顕微鏡で撮影した写真です。デンタルクラークはこのように非常に鬱蒼とした森のように見えますが、これはすべて細菌の塊です。口腔の微生物はこれまでの研究成果から約500種類あるというふうに発見されていまして、数でいうと数億個あります。この数字を聞くと非常に驚かれるかもしれませんが、ほとんどは非病原性微生物です。しかしながら一部の微生物が右翼、虫歯、歯周病といった口腔の病気を引き起こします。口には微生物が常に存在しています。健康な人であれ、歯周病の人、虫歯の人、いずれも私たちは生まれた瞬間から口の中に微生物が常在、つまり共生状態にあります。この多くは非病原性ですが、一部の病原性微生物、これらが疾患を引き起こします。それではもう少し詳しく口の細菌について見ていきましょう。こちらの上の写真は歯の表面を撮影したものです。歯の表面に付着する細菌をグラム染色法という細菌の染色法で撮影して、光学顕微鏡で撮影した写真がこちらです。主にこのように数珠状に連なる連鎖球菌という菌が見つかるのがわかります。この連鎖球菌の中で一部の菌はミュータンス菌と言われて虫歯を引き起こします。そして下の写真は歯と歯茎の間、先ほど説明した歯茎の溝を撮影した写真です。歯茎の溝にはこのようにグラム染色で赤色に染まるグラム陰性菌が多く存在しています。このグラム陰性菌は歯周病菌が多く含まれていて、歯周病を引き起こします。虫歯、歯周病はいずれも口の細菌によって引き起こされる感染症です。こうした感染に対して私たちの体は免疫という感染防御システムを持っています。免疫は非病原性微生物や自分の体、こうした自己成分に対しては不応答であるのに対して、病原性微生物や癌細胞など、つまり非自己成分が体の中に出現したとき、入ってきたときは攻撃、これを攻撃します。つまり免疫の本質というのは自己と非自己を識別することにあります。はい、それでは多くの人がかかる口の代表的な病気である歯周病を例に、感染と免疫の関係について見ていきましょう。このように歯周病にかかると、歯茎が下がって歯の根っこが露出してきます。つまり最初は歯茎が腫れます。その次に歯がグラグラと動揺してきて、最終的に歯が抜け落ちてしまう、このような恐ろしい病気です。では歯茎の中ではどのようなことが起きているのでしょうか。歯周病というのは先ほど説明したように感染症です。このような歯周病細菌が感染すると、私たちの口の中では免疫応答が起こります。免疫細胞が反応して炎症を起こします。歯周病では慢性炎症といって、弱い炎症が非常に長い期間起こります。この慢性炎症が歯槽骨、つまり歯を植えている骨を破壊します。はい、つまり免疫は歯周病菌を排除するために免疫反応である炎症を起こします。しかしながら炎症が引き起こされた結果、歯を植えている骨、歯槽骨が破壊されていきます。つまり歯周病で歯がグラグラと揺れて抜け落ちる、その原因、直接的な原因を作っているのは炎症ということになります。なぜ歯周病では免疫がうまく働かないのかについて少し考えていきましょう。左に示す通常の感染症では
免疫細胞は病原細菌を認識して免疫を突破します。つまり攻撃をします。その結果病原細菌は免疫により排除されて健康な状態に戻ります。しかしながら右に示す歯周病の場合、歯周病菌がある毒素を産生します。この毒素については後で説明します。その毒素によって免疫細胞の性質が変わり認識が低下します。つまり免疫細胞が歯周病菌を発見できなくなり応答、低応答性が、誘導されます。その結果歯周病菌は免疫に排除されることなく口の中に、持続感染、ずっと感染し続けるという要状態になります。その結果が慢性炎症となり歯の、歯槽骨の破壊ということにつながるわけです。はい、次に免疫を操る口腔細菌について、はじめに口腔の病原細菌どのようなものがあるか、次にキーストン病原体感染症とはどのようなものか、そして、ジンジバインというものによる免疫エスケープ作用、この3つについて説明していきます。歯周病の原因菌は複数です。例えば全身疾患を見ますと、今世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は新型コロナウイルスが原因ウイルスです。インフルエンザはインフルエンザウイルス、肺の疾患である結核は結核菌、つまり全身の疾患の多くは単一の病原体が原因である。それに対して歯周病の原因菌は複数あります。それではどの細菌、口腔細菌が歯周病に最も深く関わるか、これを示したものがここに示す、ピラミッドです。これは歯周病の病原性の強度を示すもので、一番上、病原性が強いもの、これをレッドコンプレックスと呼びます。レッドコンプレックスに含まれる細菌のうち、ポルフィロモナスジンジバリス、これは細菌の学名ですが、これが最も強力な歯周病菌、通称ジンジバリス菌です。中等度の歯周病菌としてオレンジコンプレックスに属するソーバクテリウムヌクレアタム、そして歯周病とは関係ない病原性が弱いしかしながら虫歯を起こすイエローコンプレックスに属するストレプトコッカススピーシーズ、つまり口腔連鎖球菌、などが存在しています。ここではジンジバリス菌について詳しく見ていきましょう。ジンジバリス菌はキーストン病原体と呼ばれています。これはアメリカの研究者によって提唱された仮説です。キーストンというのは建築物を支える要石のことで、ジンジバリス菌は歯周病という病気の要石、つまり歯周病の病態を形成する中心となる細菌ということが最近、明らかになってきました。はい、こちらに示す図は通常の粘膜における感染症とキーストン病原体感染症、つまりジンジバリス菌の感染症を比較したものです。通常の上に示す通常の感染症では、まず病原体がその、常在細菌層に、侵入することから始まります。細菌層に侵入した病原体はその中で、自分を、増やします、増殖します。その結果起こるのが急性炎症といって、病気が引き起こされるわけです。つまり通常の粘膜における感染症は病原体自身が増殖する必要があります。それに対して下に示すキーストン病原体感染症、つまりジンジバリス菌はどのような感染を起こすか。まずジンジバリス菌が口腔細菌層に侵入します。その結果ジンジバリス菌はジンジパインという、毒素を放出します。その結果引き起こされるのは慢性炎症で、通常の感染症とは異なります。
このジンジパインという毒素は何をするのか。一つは免疫エスケープという作用を引き起こします。二つ目として細菌層の攪乱をします。つまりジンジパインが免疫系に働きかけて免疫を抑え込むことによって病原性の細菌だけが残るように操作をします。これがキーストン病原体感染症のメカニズムです。はい、ジンジパインというのはジンジバリス菌が放出するタンパク質分解酵素のことです。タンパク質を分解する、つまり私たちの細胞や組織を破壊するための酵素をジンジバリス菌は持っているということです。ここに示す写真は血液寒天平板培地という血液を含ませた、寒天の培地、細菌を培養する培地で、実際に培養したジンジバリス菌の写真です。この黒く、粒のように見えるものがジンジバリス菌が大量に増えたコロニーというものです。はい、見てもらうとジンジバリス菌の増えた周囲、赤色が抜けているのが分かるかと思います。ここで何が起きているのかを、右上で示します。ジンジバリス菌はジンジパインというタンパク質分解酵素を産生します。そのジンジパインによって赤血球が破壊され、赤血球に含まれるヘム鉄、鉄分が外に出てきます。ジンジバリス菌はこの鉄分を摂取することによって増殖することができます。なのでここに示す写真のようにジンジバリス菌が増えたところは赤い色、つまり赤血球の色が抜けて見えると。でこの黒い色というのは何かというと、これは鉄の色を示しています。これが実際私たちの口の中で起きたらどうなるか、下で見てみましょう。口の中で血が出るということはジンジバリス菌にとっては非常に増殖に適した条件ができるということです。つまり歯茎から出血するということはジンジバリス菌が大量に増殖します。その結果歯周病は悪化していくということです。ジンジパインによる免疫エスケープについて説明します。ジンジバリス菌が放出するジンジパインは免疫細胞のセンサーを破壊します。私たちが持つ免疫細胞は病原体の侵入に対してセンサーを持っていて、そのセンサーにより感知することで免疫細胞は免疫応答を発動して病原体を攻撃して排除するということができます。しかしながらジンジパインはこの免疫細胞のセンサーを破壊してしまうことによって免疫細胞は不応答、つまり機能が低下してしまいます。その結果どうなるか、右下を見てください。免疫エスケープによる細菌層の破壊、つまり免疫が正常な場合には免疫によって正常な細菌層が維持されているのに対して、免疫が働かなくなるとそれによって押さえつけられていた、これまでは押さえつけられていた病原性の細菌が増えてきて、細菌の細菌層、つまりそこに含まれる細菌の種類が変わってきて病原性の高い細菌層に変わっていくということが起こります。ジンジパインはこのような免疫エスケープを引き起こすことができます。また我々の最近の研究成果から、ジンジパインは免疫細胞の一種であるマスト細胞を操ることで、マスト細胞が放出したインターロイキン31という物質が口腔粘膜バリアを破壊し、タイトジャンクションの機能が低下することで慢性炎症が引き起こされることを明らかにしました。はい、3つ目に口腔細菌と全身の病気について簡単に説明します。まず口腔細菌と全身の病気、そしてジンジバリス菌とアルツハイマー病の関係について説明します。私たちが毎日行っている歯磨きですが、これは虫歯、歯周病を予防することはもちろんですが、全身の病気の予防にもつながっているということが最近非常に注目されています。
こちらに示しますように、口腔細菌は糖尿病、アルツハイマー病、非アルコール性脂肪性肝炎、誤嚥性肺炎、腎臓病、血管障害、貧血症、関節リウマチなど非常に多くの全身疾患と関わっているということが最近の研究成果から明らかにされつつあります。また口腔細菌がどのようにして全身というのは無菌の世界に入っていくのか、これも最近の研究から明らかになってきていて、例えば口腔細菌は口腔粘膜バイア、これを破壊することで全身に侵入したり、口腔、口の細菌が、食べ物を飲み込むときに胃の中に入っていって、消化器系ですね、腸管の粘膜のバイア、これを破壊して全身に侵入していくということも分かってきています。はい、本日は歯周病とアルツハイマー病の関係について簡単に見ていきましょう。アルツハイマー病という病気は1906年アロイス・アルツハイマー博士、ドイツの研究者が最初に報告しました。深刻な記憶喪失の女性患者の死後の冒険で、脳神経細胞の周囲にタンパク質の異常な沈着を発見した、ここから始まりました。アルツハイマー病の罹患者数は全世界で2700万人以上いて、2050年には現在の3倍に達すると予想されています。アルツハイマー病とはどのような病気でしょうか。現在明らかにされているところでは、アルツハイマー病に罹患するとアミロイド β というタンパク質が脳に沈着して老人斑というものを形成して脳神経細胞が死滅します。またタウタンパク質により脳神経細胞が死滅する、これら大きく分けて2つの病態が脳を破壊することによって脳認知機能が低下します。しかしながらアルツハイマー病の治療、根本的な予防治療法は未だ確立されていません。最新の研究成果からジンジバリス菌はアルツハイマー病の認知機能低下に関連するということが報告されました。具体的にはアルツハイマー病を強制的に発症させる動物、ここに歯周病を起こさせるとその動物の認知機能がさらに低下する、つまりアルツハイマー病が進行するという実験結果が得られました。また人の脳、アルツハイマー病で亡くなった人の脳を調べてみると、そこにはジンジバリス菌が実際にいたということも明らかにされました。そして口から脳に到達したジンジバリス菌がどのようにしてアルツハイマー病に関わっているのか、これについても最近の研究から明らかにされてきています。アルツハイマー病で亡くなった患者さんの脳を調べてみると、そこにはジンジパインが集積していて、さらにアミロイド β の集積と関連するということが分かりました。実際に動物実験の結果から、動物にジンジパインを投与すると脳にアミロイド β が蓄積しました。そしてそのアミロイド β の、脳の蓄積というのはジンジパインを壊す薬を使うことで抑制するという実験結果が得られました。つまりジンジバリス菌が産生するジンジパインはアルツハイマー病の発症・進行に関わる可能性が示唆されました。口腔細菌の制御を基盤とする健康な口腔と全身疾患の予防ということで、口腔細菌の研究から得られる研究成果というのは、健康な口腔の維持、会話をしたり物を食べたりという口腔の機能の維持に直接的に関わるばかりではなく、最近のさまざまな研究成果から健康な口腔を維持するということは全身疾患の予防にもつながるということが分かってきました。私たちは慢性炎症と生体バリア破綻に着目し、口腔細菌の研究に取り組んでいます。そしてこの東北大学歯学部は最先端の研究設備を備えており、
あらゆる研究領域からプロフェッショナルの先生方が集結し、日々その研究成果を発信し続けています。この東北大学歯学部において皆さんと一緒に研究ができる日が来ることを楽しみにしております。それでは私の講義を終わります。